アメリカはねアメリカは評価できるところもあるんですけどもやっぱり結果的にはダメですよ。えー、あの進行を許しちゃダメだったんですよ。進行させておいて後で経済で締め上げてなんていうのはこれゲのゲですよ。やらないよりマシです。今国際社会がね、えー、結束できたのはいいことですけどもでも進行させちゃダメだったんですよ。 で進行しますよね、明日明あさって、しあさってとどんどん,なんか、ねえー、攻められてたくさんの人が亡くなっていく、えー、でどんなに強い経済制裁をしたところで目の前の軍事行動そのものは止まらないですからねですから、この経済制裁したことの効果というのは半年先とか1年先に出てくるわけですよ、じわじわ効いてくるわけですね即効性はないんですね。でも確実に締め上げられるんですけど、即効性はないんですよ。 今日明日日明明後日の軍事行動はできちゃうわけだから, <laughs> だから1年2年そこで戦えるかって言ったらね経済制裁されると厳しいですけども今日明日明後日はできちゃうんだからそうそう誰か書いてるけどその間に何人死ぬんですかって話ですよですからまあアメリカの、ね、バイデン大統領が呼びかけて世界を結束させたっていうのこれは一つね評価できるんですけどもでもそもそも侵攻させちゃダメでしょって話ですよねだから結局あの、えー、クリミア半島の時もオバマ大統領ですよ でプーチンはあこれオバマ動かないなと見透かして兵を動かしたわけですね。えー、で後でギャーギャー言ったって全然とやっちゃったもん勝ちですよね。えー、で今回も民主党政権バイデンは動かないなと見透かされたんですよでその通りバイデンの頭の中は「いや今軍動かしたら世界大戦じゃん」ってだからできないよって話でそれ最初から読まれちゃってるわけですよ。まあ、それを考えたらね あのー、これアメリカどうすればよかったかって言ったらこれ簡単なんです多分トランプだったらやってますよお前兵動かしたらうちも兵動かすぞとで向こうはうちは核保有国だって言うでしょいやいやいやうちも核保有国だぜとえー、いや動かしたら動くぜってえー、なんならもう空母3隻向かってるからねって言えばそれを言うアメリカの大統領が言うだけでもうプーチンは動けなくなるんですよ だからクリミアの時だって探ってましたよねオバマの本心は見抜かれたでウクライナの時も探ってましたよバイデンは動くか動かないかプーチンはそれを探ってたんですあこいつ動かねえなと悟ったわけですよまあ民主党政権ですから動かないに決まってんですけどねえー、でも動かれちゃ困るからいやいや,やれへ動かすぞいやうち核保有国だぜって言った時には何言ってんだとうちだって核保有国だ黙れと いやもうマジで今行くからなと。<laughs> っていう風に言われたら、あ、すいません、ちょっとやめますって言ったら、メンツ潰れちゃいますよね。だからそういうことを言うかどうかを見見て探ってたわけですよ。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。